皆さんこんにちは。写真家尾形秀美ことレミです。元気ですか？今日は私が出版した横綱白鵬写真集から1枚の写真を紹介します。もうこれは二度と撮れないワンショットです。こちらの写真です。この写真は白鵬関が横綱になって初めて綱を締めた瞬間のショットです。宮城の部屋に立浪一門の力士が全員集まって太鼓を叩きながらみんなで綱を編んで、その編み上がった綱を白鵬に締めた時のものです。綱が痛かったみたいで、痛ーとしかめ面をしたその瞬間です。この儀式があることを知って宮城の部屋に行ったら、相撲協会の方や相撲協会のカメラマンの方が来てて、見知らぬ顔の私にここに入っちゃダメだと部屋から追い出されたんですけど、表に出たらちょうど白鵬が車で部屋の前に着いて、立ってる私に中に入れと言ってくれたので、この徹底的瞬間が撮れました。この写真を写真集に入れる時も相撲協会のチェックが入り、横綱がこんな痛そうな顔してる写真は入れちゃダメだと外されそうになったんですけど、この写真を絶対外しちゃダメだと思って、まあ、いろんな表情や、まあ、過程を見せるのがドラマチックで写真集としての価値が上がると、まあ、相撲協会の担当者、二所ノ関親方なんとかっていう変わった名前の方に交渉に行ったことを覚えてます。やはり写真って表面的なディティールを抑えるだけではなく、二度とない今この一瞬のエモーションを切り取ることに価値があると思ってます。相撲の世界は女性は入れないのに、よく撮ったね、よく写真集作ったねと言われたりしますけれど、女性は土俵の上には乗っちゃいけないんですけれども、写真を撮っちゃいけないっていう決まりはなかったので、やる前から諦めなくてよかったなと思ってます。いつも自分の勝手な思い込みでやる前から無理かなと思って、その思い込みが自分の本来のやりたいことを邪魔したりとかしてるので、もう世の中もすごい速いスピードで変わっていってるっていうか崩れていってるんで、私の思い込みもどん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 崩して、もうまっさらな自分で新しい時代を楽しんでいこうと思ってます。じゃあ今日も楽しい一日、素敵な一日をお過ごしください。じゃあね、一緒に楽しんでいきましょうね。じゃあね。